ゼルダの伝説、86年、任天堂。さあ、右から行きましょうかね。レベル8ダンジョン。このゼルダの伝説っていうタイトルなんですけどね、子供の時完全に勘違いしてて、この主人公のリンクがゼルダと思ってたんですよね。結構大人になるまで思ってましたよ。64のゼルダシリーズって結構こう喋るんですよね。声は出ないんですけど、文章で会話がたくさんあるんですが、そこでね、ほぼほぼ初めてこいつがリンクっていう名前だっていうのを知ったから、まあ、それまでの間もほぼゼルだと思ってましたよね、こいつのこと。お姫様の名前なんて気にしたことなかったしね。お、あ、めんどくさいな。おう、剣が出ない、剣が出ない。このバブルに当たると剣が出なくなるの本当に厄介だね。厄介。動きが完全ランダムで読めないしね。よし。お、アイテム魔法の本かな。取りましたね、魔法の本。じゃあこのレベル8ダンジョンでのアイテムは手に入れたから、あとはトライフォースとボスですよね。おお、危な。さあ上へ。こいつばっかりいてんな、苦手なんですよね。こんな感じで動きがなんか変わるからさ、読めないんですよね。よし、まあこっちかな。うわ、嫌な感じこれ。先に右に逃げちゃいましょう。これも嫌な感じやけどね。マジカルロットとか効くのかな。あ、効くけどノックバックしないんですね。それが一番厄介だよな。対比しながら切るしかねえか。縦に逃げるのはまずいな。横じゃないと距離感が全くわからん。 OK、 よし、撃破で、この青い騎士たちを倒さないといけないですね。ビームが出てんのが厄介ですね。お、いいね、フェアリー。よし、ちょっと待って、どっちに抜けよう。左かな。で、今度は左と上に道があるのかな、まあ、さらに左ってどこかね。よし、鍵ゲット。ちょっとこの耳だけ先倒さないと。よし、ミイラ君はね、ブーメランが効くんで簡単に倒せるんですけど。よし、ないとか。急に方向転換しますからね、彼。よし、鍵ゲット。逃げるぞ。で、この上に、
野で一発。お、強くなってるな。お、当たらない。弾数多いね。入った。よし、オッケー。この上は？お、なんだ。デスマウンテンで矢を探せ。ガノン倒すための矢の話ですね。この右側は、ここの右の部屋の一個上とつながってる。こっちも上行きの扉があったですよね。そうですね。で、こっから来たこの部屋と同じ部屋ですね。鍵を節約することに意味はあるのかっていう感じなんですが、あ、剣が出ない、剣が出ない。よし。入った。よし。はいよ。OK。で、上に抜けると、新しいとこですね。おう。これは、きついぞ。よし、半分。開いた。開いた。よし。あと一体。オッケー、フェアリー。お、見てて。よし、オッケー、いたいた。さあ、ワープゾーンですね。さあ、どこに来た？こんなところに来ましたか。で、ボスの声がしてる。あ、おう、おう、おう、増えてる、増えてる。めちゃくちゃ重なってたんじゃないの、これ。あ、いた。来たー、これ。これは最高。この敵にストップウォッチは最高です。さあ、奥の鍵を取って左かな。ボスの声が聞こえてるけど、こっちがボスってことはないでしょうよね。トライフォーストの位置的に、あそこの今の部屋の上がボスの部屋なのかな。はい、いった。急に振り返るんじゃねえ。よし、鍵をゲット。オッケー。ライオンの鍵を探せ。お。どうしたらいいんだこれ。これは進めないのでは？ここの上が爆弾で開けられるとかそんなのはないかな。開いた。じゃあこれがボスかい。ボスだな。あー、こいつか。首増えてる。よし、ゴリ押し、いけゴリ押し。これはゴリ押ししかない。よし、オッケー。あれ、トライフォース取っちゃうけど、なんか上の方が全然いけてない気もするよね。取ってから戻ってこようか。よし、8つ目のトライフォース。
さあトライフォースは全部揃いましたけども、ダンジョンの中が探索できてない気がするんですよね。ライオンの鍵を探せみたいなことも言われてたしな。マップすら手に入ってないからね。まあまあまあ、ちょ、痛い、ビームでダメージ食らってるよね。ビームで痛い。はいよ、オッケー。でここは別にもう抜けてもいいのかな。無視しちゃいますか。ここが一番今上でしょ。ここ爆弾で抜けれんじゃねえの。やっぱり。こいつか。反対。オッケー、マップ。あ、でももうちょっとしかないんやね。またこいつか。ビーム付きでしかも。全部かわした方がいいな。どのビームが縦で防げんのかよくわからんなくなるな、これ。おう。目開け目。よし。右が一旦行き止まりっぽいからこっち行くか。お、違うな。上は。閉じ込められた。ただの罠やったかもしれないこれ。あ、爆弾だけね。じゃあ階段行ってみますか。あ、いたいた。急に振り返るのやめてほしいな。こっちから突きたいね。いける、よし。あとは彼だけ。オッケーオッケー。あ、ここもアイテム、あ、ライオンの鍵がありました。よし、オッケー。鍵がどれだけでも開けられるってことか、これ。鍵かける A ってなってますね。A って何？無限とかじゃないの？さあ、まあここまでは来たけど、この左、あ、これライオンの顔になってんのかな、マップが。この左上の部屋が行けてないぞ。爆弾か？お、開いた開いた、こっちか。よし、これがラストの部屋ですね。お、下に繋がってる。あ、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 これは倒す必要はあるのか。開いた。開いた。これが先出てくれたら。よし。お、なんだ？いらねー。今さら。OK、じゃあ、出口、入り口かな？まで戻りましょうかね。まっすぐ下よな、これ。さあレベル8ダンジョンクリア。トライフォースが全部揃ったから、どうしようかな。一回回復したいですよね、これね。でガノンのダンジョンは左上の方やったかな。どうしよう、どこの
泉が近いかな今、左の方行きますか。ちょっと妖精の泉までね行って体力を回復しに行きましょう。さあこれで回復でしょう。であとはラストのところなんやけども、銀の矢も探さないといけないですよね。さあ好きな道を行け。一番近いところに飛びたいな。特にワープする必要ないかもね。今ここだから砂漠を抜けて山の方から上に登っていく方が早いかも。入った。こっち行ってで、ここから上に上がれますよね。で、これを左に行ったら目的地じゃねえのか。メガネ岩、よし無視しよう。あ、来ましたねメガネ岩。で、どっちやったかな、左かな。で、爆弾で穴開けて OK。さあ行きますよ、ラストダンジョン。トライフォース揃ってますんでね。さあどっちから行こう、左かな。嫌な敵やな。剣が出ない。剣が出ない。あー、もうこのバブルがもう邪魔すぎて。で、倒しても何もないんかーい。ダメージ6も食らっただけやないか。あ、剣が出ない。盾が食われる。盾が。あ、痛い。盾食われる。食われるって。食われましたよ。もう最悪です、これ。盾買いに行くの遠いんすよね。いやもう瀕死です、これは。やばいな、こいつら苦手なんですよね。通り抜けていいもんなのかな。でも鍵も別に取ることもないしね。しまったな、通り抜けていいんや、通り抜けていったよな。盾なしで通り抜けれるかこれ。一発食らった。よし、鍵が出てもしゃあないんだけどね。無限鍵持ってますからね。あ、これぐるっと回ってきちゃいましたね。お、じゃあどっちに行くんだこれ。どっかから爆弾で貫通して通るんだったら絶対いっちゃん遠くてややこしいところですよね。この左じゃないの、ここの下。
やっぱり。何これ何これ、なんかいてるよ。あー、さあライフ3でスタートしたけど、いけるかな。ここまで来んのはね、いけるけどね。さあこの先、アイテムじゃなくてワープですね。おお、どこだこれ。フェアリーとか出てくれないかな。あ、こんなところに来ました。やだわ、なんか嫌な感じこれ。あー、無理無理無理。また新しいの出ましたね。効かない。広がって、あー、さあ一回回復しに行きますか。さあ回復して戻ってきたよ。まずは爆弾で穴開けたワープのところまで行って、で盾が食べられないようにしながら、これを左ですよね。でこの下やったかな。待て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 、オッケー。あ、これ効くやん、これいいやん。よし、あ、めっちゃいい感じ。オッケー。さあ抜けてきて、ここの右に行ったところでやられたんでしたよね。こいつこいつこいつね。これがあったら倒せんじゃん。あ、いた。いつ広がってくるとかあんのかなこれ。広がる幅がいた。あ、そうか、彼中心に動いてるからちょっとずつ移動してくんのか。ゴリ押しやな。いって、よし、オッケー。爆弾しかくれへんの。これ上に行ったらは、お、なんだ、隣の部屋へ行け。どっちだ、こっちか、こっちは、こっちだけですね。はい、ここは何ですか。嫌な感じ、これは嫌な感じです。よし、オレンジを先倒した。あって、オッケー。抜けてきて、今度はどこだ、
今度はここ、こっちから行きますか。嫌な感じ。抜けさせて。はいや、出るに出れんけど、これこっち来た。よしよし、自滅自滅、いけ。 OK。 さあここはなんだ。ここもワープ。道迷いそうですよ。今度はこっち。広がってこないのかな。周りのハエが強い。危ない危ない危ない。よし、 OK。 こっちに行ったら、これはさっき木の部屋とつながってますよね。鍵のかかってた左側の部屋ですよね。あの3方向に鍵がかかってて、下を選んで進んだところを左に行ったらここってことですやんね。あ、やっぱりそうね。でここにワープもあって、上にも行ける。めっちゃ難しいなここ。何もない何もない。爆弾では開けれんのかな。これはどこだ。こんなとこに来た。これでも行き止まりっぽいですよね。じゃあこっちの上側かな。うわ、いや、嫌です。これ嫌です。上にも左にも行ける。こっちに行ったら、上は鍵で閉まった。てんのかな。オッケー。でこっちは嫌な感じ。無視しましょう。なんかあんのかここ。飛んでくんな飛んでくんな。あかん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 。ほんまにあかんほんまにあかん。こっちは、ここもワープゾーン。どこ出た。これ行き止まりっぽいですよね。さあどうやって行くのが正解なんだこれ。さあこれ新しい部屋かな。ここに来てみましたけど、内側ってどっか、あ、抜けれますね。この下は
なさそうな感じの部屋ですね、ここはね。こっち側にさらに行けるっていうことは、おお、またこいつか。あー、抜けてもうた。この体力でこいつ倒すのしんどいな。無理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 。来るでしょ、そろそろ来るでしょ。来ないの来ないの。来たり来なかったりパターンがわからんな。よし、マップゲット。抜けられるな。何かがありそうな予感がする。うおっとっと、おー、待って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 、何かありそうやけど抜けられへん。ここを抜けられへん。抜けた。マジかマジか、地獄や。どうしようか。これとか効果ないのか。なんもなかったね。剣が出ない出ないよ。触れない触れない触れない。よし、攻撃がいった。あー、さあもう一回行くか。あそこは何かあるな。マジかよ。